こんにちは。ここは小田原駅です。さて、現在小田急の異端児である線形ワイドドア車が止まっています。遠くから見るとそんなヘンテコに思われないかもしれないですが、実際にそのワイドドアの真ん前に立ってみると、確かに大きい。正方形みたいな形で堂々とそこにいます。ワイドドアの割に、出入りできる部分は思ってたよりかは狭そうですね。なんかちょっとドアの端っこの存在意義があまりないような。これについては後で述べますが、にしてもヘンテコであべこべです。予想通り、開いたとて完全には開ききらないみたいですね。あの裏側がどうなってるかちょっと気になります。で、これがある理由なんですが、もともとこの小田急のワイドドアって、開く部分が2メートルあったんですよ。2メートルもあったのは、乗り降りを円滑に行うためです。似た手法として、ドアを増やすというのが総武線などで行われました。しかしこれらはホームドアの問題や座席数の減少などに伴い、平成末期あたりにどんどん姿を消していくことになりました。このワイドドア小田急線形もリニューアルの対象から外され、支線や末端区間の運用をやらされ続けています。これも例に漏れず、新松田までの各駅停車の運用になっているみたいです。ところで、先ほどワイドドアは姿を消していったと言いましたが、実は2010年デビューの東西線1万5000系車両に関しては、恐ろしいほど混雑するためか、ワイドドアがくっついてます。それに合わせてか、巨大なホームドアが導入されています。今の小田急はワイドドアでなく複々線化によって混雑緩和を進めていきました。その結果、都内や神奈川東部の混雑がかなり緩和されたというわけです。結果、手持ち無沙汰になったワイドドア車両は、ちまちまと多摩線、江ノ島線と小田急末端区間を走ってます。ワイドドア車が小田急から滅びる前に乗っておきましょう。というわけで現在乗車中です。小田急線形のワイドドア車、かつては液晶ディスプレイがあったらしいですが、あっという間に姿を消してしまいました。当時は今ほど設備が優れているわけではなかったため、液晶ディスプレイが取り外されたのもやむなし、といった感じでしょうか。何かと野心的な車両だったんですけどねー。というわけで、以上、小田急ワイドドア車両でした。小田急のワイドドア車両は廃車も始まっているので、ある程度数が残っている今のうちに取っておくべきかもです。というわけで、ご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てもらえると嬉しいです。よろしければチャンネル登録を。